どうもルナサです。おっすまリサだぜ。どうもリリカだよ。今回は一人用のグランプリをするらしいぜ。ちなみに 150cc です。それでサンダーカップです。そういえばなんで対人戦じゃねえの？いい動画が撮れないんだよ。じゃあ今回は苦し紛れですね。わかります。やめてあげて。はいはい、どうでもいいけど始まるぜ。投げやりですね。わかります。ファーストレースはチクタクロックです。それで私はどうしてたらいいの？考えてなかったよ。お前も投げやりじゃねえか。好きにしてればいいんじゃね？よし、じゃあ、この鳥さんと遊んでるよ。どうしたらそうなるんだよ。好きにしていいって言ったじゃん。だからって予想外すぎるよ。そうだよリリカ。どこから連れてきたのさ。今はそこじゃないよ。サンプルから。本当にどこからだよ。サンプルって言い方がなんか怖いよ。計算通り。やっぱり、お前だからそうだと思ったわ。さすが師匠、師匠なの？あ、別の動画でそんなくだりがね。てか1位じゃん。まあ相手は NPC で寿司お寿司。そうなんで寿司お寿司。おう、てか今のところ実況してねえな。まあ1位って喋ることないよね。やめてあげて。そうだぜリリカ、珍しく1位なんだから。それの方がひどいよ。さすがに NPC 戦ではあんまり負けないよ。あんまりってことはたまに負けるんですね。わかります。この前 NPC 強いとか言ってたよな。忘れました。なんか鈍器ないかな。それでどうするつもり？銃器ならあるぜ。なんで持ってるの？それだじゃないよ。妹が飛行に走ろうとしてる件について。そういう時もあるんじゃない、人間だもの。え、マルオ、どういうこと？だからって銃器持ってくるなよ。え、ちょっと銃口こっち向いてますけど。お姉ちゃーん。いや、引き金引いたのお前だからね。銃器持ち込んだのはマリサだよ。撃つとは思わなかったよ。二人とも悪いからね。行ってらっしゃる。もともとそれ、そうでした。じゃあその赤いのは？赤色102号。まさかのタール式ソ？とりあえず早く吹けば。ごめんなさい。てか何気に壁ゴンしてんじゃねえよ。イカスミのせいだよ。食らう前でしたけど。その緑コーラは？赤コーラガードだよ。念のためってやつだな。まあ、トゲゾーは防げないけどね。あ、のこみさーん。のこみさん。名前あったの？女性だったの？いい人だったのに。人っていうの？いつもエコノミークラスだったのこみさん。お前それダジャレ狙ってねえ？最終ラップです。あ、はい。1位キープしてるんだな。およ。まあ面白いはないけどね。やっぱり飛行だと思う件について。大丈夫だルナサ。マリサ。もともとこんな感じのやつだ。そっか、それなら大丈夫じゃないよ。なんでそれで大丈夫とか言ったの？なんとなく。投げやりの2投目ですか？まあまあ、落ち着きなよ。君のことを言ってるんだよ。もう1レース目で疲れたよ。だらしないな。誰かに撃たれましたからね。リリカ、お前が犯人だな。共犯でしょ？え、姉妹で作ったトリックなのか？マリサのことを言ってるんだよ。マリサ？どうしてわかった？そこで乗っちゃいけないよ。二人に天罰来ないかな。来るわけないじゃん。そうだ。あ、ルナサに天罰だー。え、私宛てだったの？読まずに食べた手紙感覚の天罰？何それ怖い。その前に私じゃなくて、二人宛てでしょ？思い当たるか？わかんない。この人たちひどい。あ、ゴールしますよ。1位ですよ。あ、はい。てか本当に実況してねー。次のレースで頑張ろうか。そもそも実況できるほど知識ないけどね。もう私のライフはゼロです。頑張ろうぜ。片言？あ、今回使用してるマシン&パーツです。今？最初でスルーしちゃったから。第2レースは、パックンスライダーです。今度はちゃんとやろうか。いや、その前にさ。何？マリサ。さっきの事件、ちゃんと白黒つけた方が良くない？実況する気ないでしょ。私も思ってた。だから乗っかるなよ。どうする気？白黒といえばあいつだろ。そんな都合よく言ったー。さあ白なの？黒なの？黒なの？え、じゃあ黒で、七三しっかりして。あと、見切れてます。あ、これは失礼しました。いつからいたの？え、最初から。あ、そうなの？なんかひどい。ファーストレースずっと運転してたのに。あ、マジで？で、今はお姉ちゃんだね。1位じゃないし、やっぱひどい。赤コーラも食らうし。今のは仕方なくない？あ、じゃあ今操作してるんですね。誘導尋問だったの？認めますね。何このアウェイの感じ。そうです、私です。あ、もういいから実況しようぜ。ライフがマイナス圏内だわ。コーラ接近中。バナナガード展開。敵コーラは破裂した模様。よし、このまま1位を殺敵する。1位、目視しました。1位は緑のヒゲの模様。前方にパックン確認。避けきれなかったか。立て直して、赤コーラを装填する。了解しました。よし、このまま緑のヒゲを確認次第砲撃する。緑のヒゲ、確認しました。よし、発射せよ。了解。攻撃は成功の模様。よし、このまま。全速前進だ。どうしてこうなった？黙って見てたけども。気分だと思ってたけども。テンション上げ上げ。あ、見てたらわかります。ルナサ、お前も何か言えよ。字幕でダメージ。おう。いや、仲いいなとは思ったけどね。バナナスリップ。ヒヒ。そうですね。泣いてもいいですか？というか4位ですか？何してるんだよ。3位になったけど、もっと頑張れよ。いやー、気絶した？え、これどうするんですか？とりあえず駅、操作頼む。え、そんな急に渡されましても。あー、落ちちゃったね。頑張れよ。まだ2ラップ目ですから、まだいけますよ。え、いけますよ。違います。そのくだり前もやったぜ。畜生。そんな悔しいことなの？そのアイテムどうするんだ？できるだけ持っておきたいですね。タイミングさえ頑張れば、トゲゾーも赤コーラも防げるからね。おい、パックン注意だぜ。え、あ、危ない。
かっちゃったよ。何してるんだよ。ごめんなさい。あれ知らない間に1位ですよ。そうだな。そうなるとさっきのスーパークラクションがさ。ああ、もったいないよな。え、あ、すみません。でもニュース。その優しさ、あいつにもお願いします。考えとく。おう、世界駅に懐いたな、これ。あら、そうなんですか？ヒヒ。いや、これどうだろうな。まあ一緒に乗ってくれる人は好きだよ。ああ、なるほどな。あらあら、そうなんですか。てかお前のあのノリはどこから？ああ、いい加減なのがそばにいるからですかね。小町かな？さあ、どうでしょうか。いちいちいく中です。このまま頑張れよ。了解です。あれ、私にもう興味ない感じですか？あ、起きてたのか。急に気絶しないでくださいよ。ヒヒ。あ、ごめんなさい。今どういう状況？うん、お前の立ち位置のこと？違います。現在最終ラップで1位です。まあグランプリですし、お寿司。そうですし、お寿司。だってさ。もう、いいです。このレースが終了したら今回は終わります。うん、2レースで分けるのか？そうしないと時間がやばいです。本当は、この調子で作ったら、話すネタがつきました。黒ですか？黒ですか？え、じゃあ黒で、だからしっかりして。そんなこんなで今回はここまでです。そういうことだから、次回は遅れるかもしれないぜ。では皆さん、ご視聴、ありがとうございました。結局実況してない、グレーです、グレー。次回予告なのかわからない。第3レースはグラグラ火山。比較的苦手なコース。というか得意なコースがない。果たしてどうなる？最終レースは64番レインボーロード。ものすごい苦手なコース。てか得意なコースがない。果たして優勝できるのか？このままのノリでいけるのか？気長に待ってください。お願いします。